皆さんこんにちは、アップルニスタです。本日はマニアック解説、局面で数的不利の状況をどう打開するかということについて解説したいと思います。この時点でボールに関わっているバルセロナ3人に対し、相手は4人でボールを奪いに来ていることが分かります。ボール状況はパスコースを限定できるくらい相手は寄せていますので、パスを出せる場所としてはメッシ選手しかいません。なのでこの選手は予測していて、メッシ選手に猛アプローチしていることが分かります。ここでボールホルダーの出し方としては、メッシ選手の右足側に出してしまうと相手のプレッシャーをもろに受けることになりますので、左足にパスを出すことが重要になってきます。さらに速いボールを出してしまうと、メッシ選手はコントロールしなければならなくなりますので、コントロールした瞬間にさらに詰められて苦しくなってしまいます。なのでわざと弱いボールを出してワンタッチで回避させることを選びました。もっと言うと、弱いボールが来てるにもかかわらずメッシ選手がその場にいるとボールの移動中にインターセプトされる可能性もありますので、メッシ選手はボールに寄りながらワンタッチで回避することを選びました。流れで見ると弱いボールを左足に出してメッシ選手がワンタッチで打開していることがわかります。戻りまして、メッシ選手には相手が猛アプローチ来てますし、現在のボールホルダーにもマークがついています。この状況でパスを出せるコースとしては、バックパスかもしくは中央にいる選手にワンタッチで叩くことしかできません。バックパスに対しては相手のフォワードが牽制していることもありますので、中央に出すことを選びます。ここで2人がこのパスに対して狙っていることがわかります。なのでわざと弱いボールを出してビダル選手の右足側、少し後ろ側に弱いボールを出してワンタッチで回避させるためのメッセージを込めたパスを出しました。中央への出し方が先ほどと同じ要領で、取れるか取れないかのギリギリの弱いボールを出します。このように弱いボールには相手を食いつかせる効果があります。ここでわずかにボールホルダーのプレッシャーは緩くなりましたが、相手は逆サイドに展開されないように中央を切りながら守備していることがわかります。この狭い状況でも落ち着いて判断し、相手に取られるか取られないかのギリギリの弱さでボールを出すこと、それもわずかなスペースを感じて相手のいない方にパスを出すことで、このように状況を打開することができました。それでは流れで見てみましょう。パスの質が絶妙なんですよね。もう相手に取られないちょうど弱くて食いつかせるようなパス、そして出す足、何よりこの狭い状況でこんなにもプレッシャーを受けてるのに落ち着いて判断できる冷静さ。キックオフ直後のプレーでしたが、非常に見ていて面白かったのでマニアック解説と称して解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。この動画を見て面白かったらですね、ぜひ SNS の方で拡散の方していただけると大変テンション上がります。よろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードで会いましょう。さようなら。